はい。今日は久しぶりの歯科検診です。ずいぶんサボっちゃいました。ママもね、大きな虫歯があるみたいなので、今日は治療してもらいます。そう、同時にね、同じ時間でやってくれた。よかったよね。すごく人気な歯医者さんなので、何ヶ月待ちだったかわかんないけど、やっと予約が取れました。はい、歯医者終わりました。え、アリサちゃん大丈夫？早くご飯行こう。はい。帰ってきました。はーい。大丈夫ですか？もうママは今歯激痛です。神経虫歯取って、はい、でアリサちゃんは歯抜いたんだよね。そう、まさかの、はい、歯抜いた。ちょっと見せてもらっていいですか。はい、ここですね。はい、さっきはアリサも抜いたかったけど、うちは全然虫歯もないし歯もグラグラしてません。はい、フッ素塗ってもらいました。そして歯をね抜いてもらって、ここにねケースあるんだけど、これ入れてもらって首にぶら下げて帰って、さっき途中でコート脱いだら、まさかの、歯、入ってないのこれ。これさ、開けて。これさ、こうやってやってぶら下げてたらしい。それはもう、なくなっちゃうよ、アリちゃん。聞いてます？はい、そして、帰り道。はい、プラザに行って何を買ったんだっけ。これどうします、アリサちゃん。ボールのやつ。はい、これすごいらしいよ。知ってます、これ。皆さん、これがある。こっちは出る、こっちは出る。これ桜子ちゃん買ったやつ。ねえ、桜ってフラットボールジュニア。これボール、何、蹴るとディスクで投げてボールでキャッチ。外でやんないとじゃん。え、家でもやってた。え、大丈夫、壊さないよ電気。え、でもそんな高く飛ばない。はい、じゃあお願いします。3、2、1。どういうこと。びっくりした、触ったらそんな。面白いねこれ。えっと、見て、なんか、はい、うん、ああ、じゃあ今度外でやってみようよ。このネイルチップも可愛いよね。今アリちゃんつけてるの見せてください。すごくないそれ。うちこのガムが。すごい、もうギャルギャルネイル。これも可愛いし、これもガム。はい、とりあえずママのこの歯痛いやつ久しぶりだし、はい、もうご飯食べれないぐらい今痛いです。今日は美味しいおにぎり屋さん行ってきました。名前忘れちゃった。そのおにぎりは、あ、そう、めちゃめちゃ大きい。オッケー。で、ママ爆弾おにぎり買ったよ。そう。爆弾おにぎり、めっちゃ大きいよね、これ。これ両方とも。はい。で、さっきアリサ食べちゃって、桜子はチーズが大好きやから、チーズのやつと、うん、これ、だったよ。あ、これ玄米チーズ、玄米チーズも入ってる、ママの。明太チーズ、でもで、桜子はとチーズおかかとチーズ大好きだから明太チーズ。あ、アリちゃんの歯、ちなみに、すみません、ソテーとかします。あそこね。カピ。あ、もう捨てれない、食べて。歯がちょっと痛いので、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃ、久しぶりにすいませんけど、最後の挨拶お願いしてもいいですか。はい。せーの、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。